チャカ族は、ナマズ目のチャカ科に属する唯一の族である。チャカ族は、アジアに生息する4種の肉食淡水魚を含み、いずれの種もほとんどの時間を、じっとして動かずに過ごす。観賞魚として飼育される種も含む。チャカ族には、現在以下の4種が認められている。チャカ族の魚は、インド東部からボルネオまでの淡水域で見られる。日本の千葉県でも、 本属の一種が外来種として捕獲されたという情報がある。シーチャーカは草地や低木地帯、落葉樹林、あるいは熱帯雨林の沼、川などに生息する。その一方でシーバンクネンシスは熱帯雨林でしか見られない。チャカ族の魚は長くて広く扁平な頭部を持ち、その端に極めて広い口を持っている。3か4のがあるが、 ビブのヒゲはあったとしてもとても小さい。各種は全長をおよそ20センチメートルほどに達する。短い背びれには硬くて切れ込んだトゲがあり、触れると怪我をすることもある。シーチャーか本属魚類は防御と捕食のため、柔らかい気質に自分の身を埋めてカモフラージュをする。いずれの種も待ち伏せ型の肉食魚であり、キプリのドンカやコイカの小魚などを捕食する。 静かに身を潜めて、獲物が近づくのを待ち伏せるとともに、時折上顎の髭を水中を動く、芋虫のように動かして、獲物の魚を自分の口の近くまでおびき寄せる行動を見せるとされる。ただし、観賞魚愛好家の中には、この行動は飼育下では見られないと意義を唱える者も、いる。獲物を捕らえられる状況になれば、本属魚類はその大きな口を素早く開け、 水と共に獲物を吸い込む。最大で自分の体長の半分の大きさの魚をも飲み込むことがあるという。この巨大な口は推進力としても使うことが出る。つまり驚いた時には大量の水を飲み込みエラから後方に吹き出すことで前方へ素早く移動できるのである。なお、茶家族という名前は魚体を水から取り出した際、 チャーカという音を繰り返し発することに由来する。ただし、この音を発するのは C チャーカのみで他の種は発しない。本属の魚類は観賞魚として価値を持つことがある。飼育下では本種は夜行性で普通それほど活動的ではない。飼育下での繁殖も確認されている。日本では C バンクネンシスが チャカチャカという流通名で販売されることが多かったが、ここまで述べてきた通りシーチャーカという種は別に存在している。ありがとうございます。